皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、早速プロスピパークをやり終えましてですね、無事累計を取り終えることができましたので、このですね、最終の TS5 段の契約書ですね、 S ランクの契約書を引いていきたいと思います。前動画でちょっと触れたんですけど、そうですね、先週はもう皆さん、もう誰が出てるかはご存知だと思うので、ここは割愛をします。で、私が狙ってるのが、ホークス純正目指してるので、大道さんですね。で、辻監督ですね、もうこの守備適性 A とかですね、強いですよね。ミートも A あるし、ですかね。今ちょっとセカンドが牧原選手使ってるので、オールスターの方でちょっと欲しいかなってとこですね。あとヤクルト立山選手が一番欲しいかな。8球種あるし、どっちも狙えるっていうところで、これも、この3選手かな。あとは、あとはそうですね、出たら出たで、ちょっと使い道とかいろいろ考えるかと、増井選手とかもね、結構強いですけどね。ただ、抑えですね、先日、サファテさんをちょっと引いてしまったからですね、使わないかな。抑えも結構溢れてるんでね。ってとこですね。とりあえずじゃあ、3、4選手ぐらい狙いでいきます。お願いします。長打で逆転サヨナラのチャンス。セモノモトキ大輔選手です。でもこれはこれでありかな。ショートね、今見もいるし、源田選手も持ってるんですよね。ちょっとどうしようかな。でもいいでしょう。突2までいけますからね、自チーム。とりあえず先にこっちを引いて、サヨナラチャンス。この時選手欲しい。だー、福原選手。じゃあちょっと、すいません、巨人に変えて、じゃあ自チーム2枚回収して、ここもちょっとスキップできます。はい、2枚、だけど突2まではいけるんですよね、現状。巨人の選手持ってるかな。マスターの選手がいるのか。リーグに入って、そっか、丸選手もいるのか、巨人。か。でも、ベンチには入れれるかな。ブラッシュ選手を抜くか、スピリッツの問題なんですけど、そこはちょっと考えます。じゃあ、今日は、こんなもんですかね。はい。狙いは出なかったですけど、仕方ないです。はい。じゃあ、今日の動画は以上で終わります。じゃあまた次の動画、ご視聴の方よろしくお願いします。では、さようなら。